が京都で障害者団体も今会長もやらせていただいているので少し手話でご紹介したいと思います。私は福山です。斉藤さんを、紹介します。どうぞ。はい、それでは斉藤理恵さんお願いいたします。こんにちは。この度立憲民主党から今回に予定されております参議院議員選挙に全国区から立候補することになりました斉藤理恵と申します。この前東京都から受けて手を取りで手を取りで東京都から受けて手を取りで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 4年前に東京都北区議会議員として議席をいただき、聴覚障害を持つ当事者議員として活動をさせていただきました。県会では では障害当事者が持つ視点に基づいて地域づくりについて是々非々で議論をさせていただきました。北区においては私が当選して以降議会活動に支障が出ないようにさまざまな創意工夫と配慮をいただきました。国連の方がもとろみ投了撤廃提案の方々が当格当権を持つ提案の党を当格格をすることや党が提案を問い上げて手に向け合って働けばなった職員の方はもちろん、同僚、先輩議員の方々も聴覚障害を持つ議員の情報保障を確保することや、当事者性について誠実に向き合っていただきました。この目の上ではやって、去年の中でたまたまな課題や特命に届かれば、これからライブサーブで取り組むべきほどで、私としては1期4年の中でさまざまな課題に直面し、その課題はこれからライフワークで取り組むべきものであると感じています。他方でその課題の多くは地域レベルだけではなく国レベルで社会総がかりで取り組むべきものだと感じています。パレードのよくパレードを見れば低下レベルでエッカレードライフをなとったあの声の肌を掲げエドベドが低下で砕けた空気を抱けるパックを作っていくこと。私の役割としては地域レベルでしっかりと多様な存在と声の旗を掲げ、人々が地域で豊かさを享受できる環境を作っていくこと。子どもたちだよ、おべけだの今やきがでやばなか。そのお手伝いをすべきだと認識していました。これは低下レベルとクリアレベルがどれであるかどうかある
誰かが助けてやるのであれば、誰かが届よくばれよ、やらばなければいけないと思う、考えている。しかし、これは地域レベルと国レベルが両輪で走る必要があり、そのどちらかが欠けているのであれば、誰かがその役割を担わなければいけないとも考えています。国会は届よくばれよ、誰が選ぶべきか、どういう世論の中で、各国の仲間から届いた議員も、あたりで、こういう、どういう思いを得たらけ、各国の登壇の上、届いた議員から、分かるべきではない、と、決意を得たればなかった。今回は、その役割を誰が担うべきか、という議論の中で、全国の仲間からその責任を果たしてほしいという思いをいただき、家族と相談の上、その責任から逃げるべきではないと決意をしました。まなたばもご覧の通り、当確に公開をもっと通りたが、追って結構にコミュニケーションを図るほどおりょうと、おめでとどいのたまたばだ、きゅうど多くのカラカラの航空力が強いなれば、皆様のご覧の通り、聴覚に障害を持つ当事者が音声言語でコミュニケーションを図ろうとすると、本日のようにさまざまな工夫と多くの方々のご協力が必要になります。私は高齢で血統も含め最も受けの圧倒である国会へ対応な取ったやの方々が高くおることが、孤独への対応での行動を立てていく大事な一歩だと考えておれば、私はこうした現状も含め、民主主義の象徴である国会に多様な存在の方々が参画することが、この国の多様性を向上させていく大切な一歩だと考えております。おめでとう、あの日、あの日、こういうところでの結構となるように努力を上げあけばることで、なるとと努力を仲間にあけばる、すべての人に優しい国づくりの一助となるように努力をしていきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。はい、どうもありがとうございます。それでは、質問に移らせていただく前に、幹事長の方から何か補足とかありますか。よろしいですか。はい、じゃあいつもの通り質問をお受けしたいと思います。いかがでございますでしょうか。はい、はい、お願いいたします。フリーの堀田です。あなたを見出したのは音喜多駿さんです。これは間違いないですね。